ここまでのファイナルファンタジー13-2。彼の名はノエル・クライス。何？俺の獲物なんだ。戦えるだろ。まだいるぞ。油断するな。ノエルも無理しないでね。オーパーツが見つかったからいいけど、知ることがいくつかあったね。みんなの様子。異変は俺がこの世界に来たせいで始まったのかも。もっとゲートまで行くならこっちが近道っすよ。ガドーさんが通していいって言ってくれたっす。知らない敵が来たらどうしよう。
矢でも鉄砲でも持ってく。朝から晩まで見張りバンクか。敵だ。許可が出た。通っていいぜ。でも魔物には気をつけろよ。そうそう、これこの医療キットだよ。コクーンにいた時から使ってたやつなんだ。結構愛着あってさ、なくなってみると寂しかったよ。お礼ってほどのもんじゃないけど、これをあげるよ。珍しい石ころだろ。そこで見つけたんだ。セラたちも怪我なんかして、これ以上私の仕事を増やさないでくれよ。看護の心得があるやつは少ないんだからさ。Yes!
思い出したくもない。メンツが少なすぎだった。魔物にさえ気をつければ。メカに警備させとけっての。油断は禁物だな。
事情はねえか。とっとと出てこい怪物ども。覚悟はいいか。ゲートをくぐれば二度と戻れないかもしれないぞ。覚悟はできてる。やっぱり夢や思い過ごしじゃない。お姉ちゃんは生きてるんだ。今まで疑ってごめんね。誰にも信じてもらえない辛さは誰より知ってるはずなのに、スノーが私を信じてくれたように、私はノエルを信じる、決めたの。
だから一緒に来て。ありがとう。必ずバルハラに連れて行く。挨拶いいのか。十分だよ。みんなの気持ちは分かったから。お姉ちゃんのナイフをしっかり研いでもらったし。うそ。新しいチェーンに付け替えてくれたしね、うん、猫のスノーはご機嫌だったよ。ブラシをかけてもらったんだね。白状したら？ほら、あんたも。セラさん、絶対そのペンダント持っていくと思ったっす。旅の途中で壊れたら大変だと思って。本当にライトニングが生きてるならよ、ナイフの手入れもしてねえのかって怒られそうじゃねえか。もしセラさんが旅に出るならその分俺が世話しなきゃって。ありがとう。私行くね。未来とか時間の歪みとかまだよくわからない。だけど私はお姉ちゃんに会いたい。可能性があるなら信じたいの。必ず無事に帰ってくるんだ。じゃなきゃ行かせない。約束する。信じ続ければ奇跡は起こる。歩き出さなきゃ未来は変わらない。任せていいんだろうな。どうかな。自力でゲートを越えるのは初めてだし、こればっかりはやってみないと。おい、それじゃセラは。俺が守る。傷つけたり死なせたり絶対にしない。ガン、信じてくれたセラのためにな。出発なんだね。ああ、ここから未来が始まる。セラ、お前は旅立ってくれた。確かなことなど何一つない。未来を信じてくれた。私もここで戦い続けよう。時の果てで必ず会えると信じて。セラ、不思議なところ。ヒストリアクロス、時代と時代が交差する道だよ。じゃあナイルはここを通って未来からやってきたんだ。正解。時を飛び越えてきたってわけ。セラにもできるよ。
クリスタルが語る時の記憶。隕石と共に現れた青年はノエルと名乗った。未来から来たという彼は、ライトニングはゲートの先にいるという。セラはノエルの言葉を信じ、時空の扉をくぐった。再会への祈りを胸に。おう、戻ったか。まあ、さっき見送ったばっかだけどよ。お前らが出発してからまだ半日も経ってねえ。なのに、雰囲気変わったな。長い旅をしてきたっつう顔だ。時間を超える旅ってのは嘘じゃなかったんだな。まあ、村の連中には黙っといてくれ。話すと騒ぎになりそうだしな。秘密は胸にしまって、ゆっくり休んでってくれ。復活か、人の手による再興か。人々が選んだのは科学の力だった。政府に代わって実権を握った臨時政府は研究機関アカデミーを設立。失われた技術を古代の遺跡に求めた。調査エリアの一つ、ビルジ湖畔。遺跡から出土したのは未知の巨大兵器だった。未来へと進んでいるつもりで過去にぶつかってしまうことがある。もう取り返しのつかない過去を見つめるとき、心は苦い後悔に染まる。セラ、お前はここで自らの過去に出会うだろう。お前は過去をどう受け止める？空の中ってこうなってたのか。そっか、来るのは初めてだっけ。うん。ここ、何あれ。ここ、セラ。
じゃないよな。お疲れさん。終わった？おん？あ、軍隊だ！味方？侵入者に告ぐ！直ちに投降せよ！クポ？クポ？
キャンプに移動する。おい、こいつらが侵入者？迷い込んだ市民のようだな。見えない巨人アトラスが起動した現場にいたんだ。パラドクスとの関係が疑われる。パラドクスを起こしてる犯人ってことか。口を割らせるさ。何でもいいからアトラスの情報が欲しい。見えない巨人アトラス発生事件の参考人として拘束する。キャンプで取り調べだ。おとなしくしろよ。犯罪者扱いだな。でも誤解なら解けばいい。熱意、誠意、真心、笑顔、手段は何でもあるからな。どうした？パラドクスって何？セラの村に落ちた隕石の周りで見たのと同じような現象が起きてるのかもな。うん。すぐにアカデミー本部へ移送する。きっつい尋問を覚悟しておけ。ここで何が起きてる？シラを切る気か？正体不明の魔物が出没し、遺跡調査が妨害されてるんだ。どうした？お前らグランエレベーターで来たのか？うん。何のことだ？セラ知ってる？うん。国運とパルスをエレベーターで結ぶ計画があるの。でもまだ建設中だよ。完成予定は来年って。何を言っている。去年開通したろうが。あ、去年？時が早く進んでいるの？2年の時が流れたってことかな。来年完成予定のものが去年できたって話になってるし。セラさん、セラさんは？気をつけろ。ほら。すみません。あ、セラさん、やっぱり。知り合いか？はい。アカデミー実習生のアリサ・ザイデルです。視察のお二人が拘束されたと聞いて。それで。視察だと？お二人はアカデミーにとって大切なお客様で、私が案内していたんですが、通信機を私忘れて。こいつら、こちらの方々、お偉いさんか？先ほどのご無礼をお許しください。リラックスだな。知らない世界、知らない事件、知らない女性、謎ばかりの未来。この世界ではパラドクスという時空の歪み事件が起きていたんだ。ゲートの周りに本来なら存在しえないものが出現したり、起こりえない現象が起きている。そんな事件をパラドクスと呼んでいるみたい。
でもそれは私たちがこの時代にいることも同じなんだよね。お姉ちゃん、時空が歪んだこの世界で本当に会いに行けるの？雨？あちらで通信機をお渡しします。一緒に来てください。あの、ありがとうございます。でも私たちどこかでお会いしてましたっけ？ああ、さっきの話、もちろん全部嘘です。守衛さんがお人よしな方でラッキーでしたね。あんた何者？アカデミー実習生のアリサ・ザイデルです。ここで大発見目指して頑張ってます。建前は分かった。本音は？本音は見抜けませんよ。嘘得意ですから。さあ、こっちです。本当に未来に来ちゃったのかな。他の時代から来たことバレないようにしないとな。臨時政府はアカデミーを全面的に援助してくれてる。期待